ア産業会館セミファイナル、ご存知ジャンボ鶴田のテーマソングでありますチャイニーズカンフーが流れております。超満員、すでに白一色と埋まりました愛知県一宮市産業体育館。すでに外人のタッグチームマリオ・ミラノ、先ほどの一戦にも出てまいりましたが、ベテランであります、そして若手バリバリのアルビン・スミス組が登場。そしてちびっこファンをかき分けるように日本のご存知おなじみタッグチームジャンボ鶴田登場、そしてデストロイヤーも登場してまいりました。大きな拍手であります。蒸し暑い夜を吹き飛ばすような大きな拍手が流れました。それより両チームの紹介であります。パンク一家の帰属とテキサスの星アルビン・スミスが紹介されました。イタリア出身のストロングスタイル、ベテランレスラーマリオ・ミラノ、そしておなじみの白覆面の魔王はザ・デストロイヤーであります。インタータッグ初防衛に成功、 UN チャンピオンジャンボ鶴田が紹介されました。出ますよね。今日は若松とのタイトルマッチはこの後にお送りいたしますが、変形のパイルドライバーを見せましたマリオ・ミラノ、ちょっと危ない鶴田、デストロイヤーが入りました。これは今いいタイミングで決まりましたね。これですね、これデストロイヤーのセーフが良かったですね。あ、先ほどから馬場選手のお話になりました変形のパイルドライバーからバックを取ってローリングクラッチホールド、さあ危ない危ない鶴田、危ない鶴田、危ない、あ、よく返した鶴田、危なくなってまいりました。あのパイルドライバー効いてる、はい、あれは効いてますね。ショルダースルーです。スルタが空を飛びました。エルボーを落としますアルビン・スミス、ちょっとダメージが濃くなってまいりましたが、本日のセミファイナル45分一本勝負、さあ足を取っての組み固めだけれども、これはどうか、さあ取って返すアルビン・スミスを取って返すジャンボ・スルタ、カウントは2、さあお互いスモールパッケージホールの応酬、さあどうか、おっとここで分けました、足を取ります、足を取ります、足への攻撃、今日初めての足への攻撃であります。トーホールドを見せますジャンボ鶴田、このスーパーパワーシリーズはジャンボ鶴田にとってみますとタイトル絡みはインタータッグの防衛戦だけでしたけれども、満を持してのインタータッグ初防衛成功、膝を落としました。ビル・ロビンソンとは互角以上に戦っております。パワーでもビル・ロビンソンをかなり追い詰めました。さあフィギュア4レッグロックの体勢だがマリオ・ミラノのヘッドパット、よく入ってきますねマリオ・ミラノ、全くね、あの、はい、金目のとこ必ず入りますね。さあどうかどうかどうか、そのままそのままタイヤ預けた、デストロイヤータイヤ預けたがカウントは2であります。ちょっとこの辺が若さを爆発させます、若さを見せました。さあどうかバックバックバックドロップだ、アルビン・スミスの後頭部めった打ち、しかしデストロイヤーもダメージが残っているようであります。ダブルノックダウン、ダブルノックダウンであります。デストロイヤー早く立ってほしい、そういったちびっこの声であります。愛知県一宮市産業体育館、そして今度は正式なパイルドライバー、いやいやいや、そのままエビ固め、そのままエビ固め、カウントは中であります、不十分。さあこれはレフリーの和田恭平はタッチを認めてないわけですね。あ、マリオ・ミラノが中に入っていてタッチをしたから、これは不成功ということですね、正式なタッチということではありません。その間にデストロイヤーからジャンボ・鶴田にタッチされております。ネックブリーカードロップを見せましたジャンボ・鶴田、若いアルビン・スミスを決めかけましたがカウントは2ですね。そうでしたか、ちょっとこれはカウント2、もう一歩でありました。さあロープに飛ばしました、自らもロープに飛んだショルダーアタック、両選手が倒れました、ダブルノックダウン。ちょっとあの蒸し暑いんで汗で滑るようですかね。そうらしいですね。さあデストロイヤーにタッチ、そしてマリオ・ミラノにタッチ、両チームともパートナーが入れ替わりました。蒸し暑い愛知県の一宮市産業体育館であります、セミファイナル45分日本勝負。さあバックを取りましたデストロイヤー、ブルネルソンの体勢から大きなマリオ・ミラノのバックを取っています。
さあいい体勢で鶴田にタッチをしたいところでありますが、完全にマリオ・ミャロの日本陣地に持ってまいりました。さあ今度は足を取りましたデストロイヤー。さあそのままカウントはどうか。マスクに手を当てましたマリオ・ミャロ。一進一退の攻防が続いております。巻き投げであります。左の手首を取りましたマリオ・ミャノ。まあ、この選手大きいですから、一つ一つの技にパワーがありますね。ありますね。何でもこらすんですよね。どんな技もこらすんですよ。あ、ただ本当にもう一つ大技が欲しいところですね。いわゆるオールラウンドプレーヤーということですね。そうです。さあこれはデストロイヤーが目測を誤りました。自爆であります。危ない。白覆面の魔王危ない。今痛かったですね。あ、これは痛かった。踏み投げを見せます。そして膝を落としたが、今度はマリオ・ミャロのが自爆であります。ジャンピングニードロップは自爆であります。さあこの辺のパターンは足4の字固め通じますね。通じますね。ヒップドロップを落とします。鶴田が痛めました左の右の足首を押さえております。それで4の字持っていくんでしょうか。4の字へのパターンに着々と持っていきますが、鶴田に一旦タッチであります。鶴田にタッチ。そして鶴田が痛めた足への攻撃、レッグブリーカーに持っていきます。その足への攻撃も続けています。肩逆エビの体勢でありますが、アルビン・スミスがいった。エルボーを素やかに持っていきました。さあもう一回その右足への攻撃、ヒップドロップを落としました。ランニングヒップドロップ。だんだんとフィギュアフォーレッグロック、お得意の18番足4の字固めの体勢だ。さあ右足をフィックすれば足4の字固めに入ったが、アルビン・スミスが必要なストンピング、ストンピング。あ、この辺がアルビン・スミスなかなかいいタッチです。ライジングはコンビがねいいですね。エルボーです。ちょっと鶴田のお株を奪うようなエルボーを見せますね。アルビン・スミス、テキサス・ハンケ一家の秘蔵っ子。いい当たりは鶴田が倒れた。そしてアルビン・スミスを一旦見過ごしてジャンプ1番。さあカウンターのドロップキック、顔面に炸裂。ジャンプ1番。さあカウントは3決まりました。強烈な今のは実にいいとこ当たりましたね。ドロップキック一発で炸裂。いわゆるあのワンガリアのようなですね、スクリュー式のドロップキックです。しかも当たり場所は上上のね、上から顔面頬のあたり炸裂ですね。ああいいとこ当たりました、はい。馬場さん、ワンガニアのようなこのスクリュー式のドロップキック、切れ味はいいですね。そうですね、これ飛び蹴りはね、はい、もうジャンボにかなうのはいないんじゃないかな。ね、まあ、世界でもジャック・ブリスコ、バンガニア、あるいはあの、まあ、ミルマスカラスは華麗なんですけれども、破壊力から言いますとこのジャンボスレタのドロップキックも超一流ですね。これはもうね、あの指折りですよ。はい、その超一流のドロップキックをカウンターでアルビン・スミスの顔面に炸裂させまして、本日のセミファイナル45分日本勝負は日本チームが外人タッグチームを破っております。いよいよこの後は東亜蒲田にビル・ロビンソンが挑戦いたします BWF ヘビー級タイトルマッチ、ご期待願います。